はいどうもこんにちはこんばんは、リリーです。今回から北上の里を探検していこうと思います。それではやっていきましょう。ほいっと。ロトロトロト、そうだ、家の中に戻ったんだった。どうもゆりかさん、ジニアです。宝探し中すみません。実はアカデミーでは毎年この時期に他校と合同で林間学校を実施しているのですが、なんとゆりかさんがそのメンバーに選ばれました。林間学校の行き先は北上の里という東方の地です。場所が遠いので今回は特に参加人数を絞ってまして、行けるのはすごい確率なんですよ。詳しい説明はアカデミーエントランスホールで行います。もちろん強制ではありませんが、またとない機会ですので、興味があれば参加してください。それではよろしくお願いします。実はですね、スカーレットの方ではすでに北上の里に行ってまして、ちょっとだけ遊んでるんで、まあ、冒頭の冒頭ぐらいまでは初見ではないです。じゃあね、まあ、サクッとやっていきましょうか。おお、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。すげえ。何このまるで初見のような反応。クリア済みなんですけど。でね、今回ね、北上の里の図鑑のコンプは、後回しにしようと思います。スカーレットを駆け足で実況でね、プレイしたせいで、そっちの方が、パルデアのポケモンまだ全部捕まえてないんですよね。そっちの方を先にやろうと思います。終わり次第こっちでも図鑑のコンプを進めようと思ってる次第であります。もしかして君がそうだね。林間学校に選ばれた名前は確かゆりかです。ゆりかくん、礼儀正しくてとっても輝いているね。おう、テラスタルオーブを持っているのかい。さすが資源が潤沢なプルデア地方の学校。いや、君が特に優秀なのかな。もっとすまない、申し遅れてしまった。プライア先生、遅れてすみません。あ、ゆりかさん、入学早々林間学校に行けるなんてとってもラッキーですね。いいな、僕も行きたいな。お本。あ、プライア先生、失礼しました。ご紹介に預かった私がブライアだよ。ブルーベリー学園で教師をしている一種地方の学校の教務主任さんなんですよ。一種ってどこだっけ。ポカブとかのあれだね、ブラックホワイトのやつだね。今年はブルーベリー学園が生徒での引率を担当するので、ゆりかくんを迎えに来たのさ。北上の里は田園風景が有名。ひなびているが不思議な場所でね。パルデア地方のテラスタル現象と同じエネルギーが検出されているんだ。私も引率ついでに調査できるのが楽しみなのさ。いずれはパルデアの大穴内部でもじっくり調べさせてもらいたいね。あそこはポケモンリーグやクラベル先生の許可がないとなんとも。わかっているとも。申請はしているので、良い返事を期待しているよと。あ、ゆりかさん、置いてけぼりにしてすみません。とにかくですね、林間学校は宝探しの舞台をパルデアの外まで広げられる、またとないチャンスです。図鑑アプリをアップデートするので、スマホロトムいいですか？いいですよ。VV スマホカバーかわいい。北上図鑑が追加された。はい、完了。これで北上のポケモンも登録しまくりですね。やりますね。親御さんの許可は取ってますので、ぜひ楽しんできてください。ジニア君はわかりやすくてチャーミングだね。さて、ゆりかくん。北上の里へは飛行機やバスを乗り継いでの長旅になる。
北上の里へ旅立つ準備ができたら声をかけてくれるかな。じゃあちょっとね、着替えましょうか。あ、ごめんなさい、受け取ってなかった。じゃあ受け取りますね。はい。この演出好き。はい。ごめんなさい、やっぱりそのままにします。いいな。はい、行きましょうか。ゆりかくん、北上の里へ旅立つ準備はできたかな。いいとも。今の子供に通じないこと言うのやめてください。メンバーはくじ引きで決めて、みんな初対面との情報だ。引率としてついていくが、私自身も楽しませてもらうよ。はい。ところで君はバイオレットブックは知っているかな？知ってますよ。さすがは世紀のオカルト本だ。その本の著者ヘザーは私の祖父でね、私は彼のオリジナル本を持っているんだ。見たまえ、出版された本では塗りつぶされて読めないページさ。円盤のポケモン？観測隊員とはぐれたとき、大穴の奥底で私は不思議な物体を見つけた気がする。ポケモンなのか生きているのか、それすらわからない謎の存在。彼の外角は六角形が多層的に重なった構造になっており、宝石よりも光り輝いていた。その形はまるで円盤のようだった。この生物を仮にテラファゴスと呼称するが、彼の体そのものがポケモンを輝かせ結晶化させる要因となる物質ではないかと推測する。書かれているポケモンの名はテラファゴス。ヘザーがエリアゼロのさらに奥で出会ったという謎のポケモンだ。世間には信じられていないがね。はいはいはい。私の意味はテラバホスを見つけ、ヘザーの正しさを証明すること。とはいえ、エリアゼロに入る許可は未だに得られていない。ふんふん。ミヤナに大丈夫さ。今できることをするつもりだよ。ブライア先生、用意できました。はいはいはい。全員揃ったようだ。それではみんな、北上の里へ出発だ。出発、お進行。この笑顔が可愛いですね、主人公ちゃん。ゼロの秘宝。前編、緑の仮面。ソードシールドの時の追加コンテンツってこんなの流れたっけか。楽しみですね。やっと着いた。飛行機飛ばす。座りっぱなしでお尻が痛いわ。長旅ご苦労様。皆揃っているかな。はーい。さて、ここが北上の里。今から始まる林間学校の舞台だ。ヤンヤンマイルーって思ったよね、スカーレットやったときは。ヤンヤンマ好きなんだよね。メガヤンマの方が好きなんですけどね。私も来るのは初めてだけど、田園風景が輝いているね。その先は水力タウン、私たちの拠点となる村さ。あの先生、ちょっと気分が悪くて。
それは大変だ。乗り物酔いだろうね。しばらく恋愛を見ながら、みんなで一休みとしよう。ゆりかくん、ちょっといいかな？私たちの到着を、この先、水力タウン公民館の管理人さんまで知らせてくれるかな？体調不良の生徒がいることも伝えてくれるとありがたいよ。わかりました。うん、頼もしいね。私は彼のお世話をするので、よろしくお願いするよ。ウィス。この時点でミライドに乗れたっけな。今はミライドにライドできない。田園風景を楽しめってことですね。じゃあまあ、この辺のポケモンをちょっと無視して行きましょうか。あーでもヤンヤンマ捕まえたいな。戦闘どうなってるだろう。お、マスカーニャか。はいはいはい。来ましたね。もうね、緑の追加コンテンツの動画とか見ないようにしてたんでね、楽しみでした。ほんと姉ちゃん、あれあれ、あんたがパルデア地方のアカデミーの生徒ってやつ？かっこいい。すぐり黙って。私はゼイユ。残念だけどよそ者は水力タウンに入れてあげないの。どうしても入りたいなら私と勝負しなきゃダメ。ね、姉ちゃん戦いたいだけ意地悪。すぐうるさい。弟は無視していいから。かわいいね。それじゃあ一陣につきなさい。軽く揉んでやるか。知ってるのよこっちは。先発がポチエナだってこと。たっぷり遊んであげる。その次なんだっけ。ポケモントレーナーの声優が勝負を仕掛けてきた。ミス。ようこそ北上へ。まずは土の味を噛みしめなさい。ああ、デカヌちゃんで揉んでやってもよかったかもしんねえな。はい。タイプ相性知ってたんだ。知ってますよ、そりゃ。ポチエナも好きなポケモンですから。かわいいよね。さてさて、次のポケモンは何だったっけ？確か、パーモットにした気がすんな。向こうでは。ん？いや、いいんだった。違います。穴を掘る。パーモットに当たらないと。よし。次はチャデスですね。じゃあ行きますか。チャデスも可愛いね。進化すんのかな。はい、あんた何なのよ。聞いてるじゃないですか。
わやじゃ姉ちゃんに勝っちまった。悔しい悔しい、だがそれでいい。まギリギリ合格ってとこかな。仕方ないね、あんたなら私の射程として村に入ってもいいってことに。こりゃ勝手に何をやっとる。めんどくさ、行くよすぐ。姉ちゃん待って。かわいいね。いやどうもどうも、アカデミーの生徒さんですよね。私は村でいろんな施設を管理している管理人でして、皆さんのお世話をさせていただきます。あんたさん、さっきあの兄弟から変なことされませんでしたか？はい、されました。いやあの子ら、特にゼイはどうも昔から手がかかる子で、ご迷惑かけてたらすみませんな。なんとバス停で体調悪い生徒さんが。すぐにお薬を持ってお迎えに行きますんで、あんたさんは先にそこの公民館で待っててください。それではどうも。ダッシュダッシュじゃん。皆さんこちらです。早いですね。ゆりかくん、伝言ありがとう。彼の体調も良くなったよ。はい、こちらが公民館。これから皆さんが寝泊まりする施設です。予定ではブルーベリー学園の生徒さんと合同で宿泊のはずだったんですが、グレープアカデミーの生徒さんだけで使っていただくことになりました。あの子たちはこの村が、ふるさとだからね。それではさっさ中へどうぞどうぞ。イントネーションおかしくなっちゃった。ささ続いて入っていただいて、まあ土足で大丈夫ですよ。泥汚れの方がひどい時は入り口の水道で洗ってくださいね。リーちゃんかわいいぜ。内装綺麗でしょう。新しい施設なので都会にも負けない設備が揃ってますよ。ここはフリースペースです。テレビを見たり雑談したり自由に使ってくださいね。食堂はあちらで、トイレはこちら。休むときはあちらの奥の部屋を使ってください。個室はちゃんと人数分ありますからね。説明はこんなところですかな。何か困ったことがあれば受付のスタッフに言ってくださいね。ご説明感謝いたします。ではこれからお世話になるスタッフの皆さんにご挨拶しましょうか。よろしくお願いします。礼儀正しい子ばかりでおじさんとっても安心です。自分の家だと思ってくつろいでくださいね。今日は長距離の移動で疲れたでしょう。少し早いけどディナーにしましょうか。いっぱい用意してるので遠慮せずおかわりしてくださいね。はーい。ごちそうさまでした。ごちそうさまのサタパさん。夜は自由行動ですが、林間学校本番はの朝から。寝坊しないように早めに寝るようにね。自由行動でなのに寝ましょうか。じゃあみんなおはよう。よく眠れたかな。本日からブルーベリー学園の生徒も一緒に行動させてもらうよ。自己紹介をお願いできるかな。はじめまして、ゼイユです。よそもアカデミーの皆さん仲良くしてくださいね。うふふ、オッケー。つぐりです。二人はこの村の出身なんで、何かあれば助けてもらってください。ちゃんと助けてあげなさいよ。
はーい。あ、え。ねえ、それでは林間学校の課題を説明しますね。課題の内容はオリエンテーリング。皆さんには2人1組になって北上の里に設置されている3つの看板を見つけてもらいます。看板には北上の昔話が書いてありますので、よく読んで歴史を知ってもらい、看板と一緒に2人のツーショット写真をスマホやカメラで撮影していってください。おね、めっちゃ噛んでるね。3つの看板でツーショット写真を撮れたらミッションクリアです。いわば北上の歴史を探検するオリエンテーリングツアー。おじさんから長い話聞くより全然面白そうでしょ。なんと趣向を凝らした課題ですね。そうだ、みんなに贈り物があるんでした。ゆりかはロトリ棒を手に入れた。自撮り棒ですね。スマホロトムが乗ってくれる棒。自撮りモードで使うともう少し遠くから撮影できる。自撮り中に X ボタンを押すとロトリ棒を使って撮影できます。もう少し遠くから撮影できるので友達やポケモンと一緒に写真を撮るのに便利です。都会で流行ってると聞いたので撮影の時にぜひ使ってください。もう自撮り棒の流行終わったんじゃねえかな。使ってる人はいるけどね。私が考えたナウイ自撮りポーズも教えちゃいますね。キメ顔エモートを教えてもらった。ナウイ？あなたは知ってるでしょ。林間学校は学校間の交流も目的の一つです。北上に詳しい人がいた方が有利な課題でもあるので、できるだけ他の学校の生徒とペアを組んで交流するようにね。さて、軽くもんでやりますか。はいはいはい。ん？あれもしかして写真ボード使ったの初めて俺。いや違う、あれだ、ポケモンセンターのお姉さんを。あんたゆりかって言うんでしょ。へえ、あたしらと交流しに来てくれたんだ。はい、自分からくれた。感心感心。そうだ、昨日からすぐが弟があんたに夢中なのよ。家でもあんたのことばか話しててほんとうるさいったら。バカ姉ちゃん、なんで言うの。誰がバカだ、手出るよ。かわいいっすね。言って前に恥ずかしがってる。この口下手でさ、自分から言い出せないだろうし、あんた弟勝負してやってよ。いいよ。へえ、あんたって意外と優しいんだ。あんたよりな。弟も喜ぶよ。すぐゆりか勝負してくれるって。え、わやじゃ。いいの、いいの、いいの。わやってどういう意味だっけ。俺けっぱるね。けっぱるは頑張るって意味ですね。でもゼイユ君って確か主人公よりは年上なんだったよな。ゼイユじゃねえや、スグリだ。スグリ君は確か主人公より年上だったはず。マスカーニャ、マスカーニャ一匹で決めてやるよ。トリフラでいいよね。ドーン。そんなこと当たるさなんて、運も実力。あ、これ必中級者なんで。ヤンヤンマンを送り出そうとしている。いいえ、弱点をつくなら今のうちですよ。
筋切り。わやじゃ。かわいいですね。こんなかわいいすぐりくんがどうして。ナイスファイト。交流試合お疲れ様。青春がストライクだね。どういう意味でしょうか。やっぱわやじゃ強い。ゆりか強い。一緒に行く。すぐは私の次ぐらいに強いのになかなかやるよね。かわいいですね。オリエンテーリングだっけ。二人組でやるやつ。あんたさ、あれすぐタペア組んでやってよ。ダメ。何がダメよ。あたしら組んでも意味ないし。ゆりか以外のよろさまとやんの。それはこれ照れてるだけ。あたしは適当にやるから弟のことお願いね。スムーズにペアが決まったようですね。半ば押し付けですけどね。それでは皆さんのスマホロトムに看板の場所を登録しましょう。それではオリエンテーリング開始です。傷薬やモンスターボールなど道具が入り用になったときはあちら桃沢商店でお買い物してくださいね。あの看板さ、村の西のリンゴ園の先トモコプラザから行くのがいいよ。近いし順番通りで分かりやすい。俺迷惑さかけるし離れてついてくから。うるせえ、行こう。未来丼に乗れよ早く。よし行くぞ。あれが出るってことですね。看板さ、一つ目。ごめんな、驚いた。言ったべ俺、離れてついてくって。看板さ、読むんだっけ。俺、内容知ってるから、どうぞ。昔々、北神の里に恐ろしい鬼がおったそうな。鬼は村の裏山を根城にし、山へ入った人を驚かしておった。ある日、怒り狂った鬼が山より降りて村の者は恐れたが、偶然そこに居合わせたイーネ犬様、マシマシラ様、そしてキーギース様は、3匹のポケモンたちが、命を懸けて鬼を山へと追い返したそうな。勇気ある彼らを村人は親しみを込めてトモッコと呼び、亡骸を丁寧に埋葬し、その上にトモッコの像を建てた。それよりもこの伝説、鬼様がかっこいいべ。かっこいい。だべ、ゆりかは分かってくれるんだな。一人で複数の敵を相手にしたの、わやかっこいいべな。あ、普通は怖いのか？でも怖がらなくても平気。俺小さい頃何度も一人で夜山さ入ったけど、全然鬼様会えなかったもん。大人らにわや怒られただけ。看板と写真撮んだっけ？俺スマホは持ってねえから、お願いしてもいい？ゆりかちゃんは堂々としてますね。綺麗に撮れてる。写真上手。撮ってみる？ごめん、そんなつもりじゃなかったけど、今度、林間学校とかこういうの本当はやりたくなかったけど、ちょっと楽しいかも。里の自然歩けるし、ゆりかなら話せるし。よかったらピクニックしてサンドイッチとか。あぎゃー！ニスダソキャス。ドヒャ、なんだこれ、怪獣。ミライドン。ミライドン？ライドポケモン？こんなポケモンこう、今まで見たことね。サンドイッチって言葉さ、反応して出てきたって。アギアス。この子サンドイッチ好きなんですよ。こんなわやなポケモンこさ、会えるなんてすごい。
ユリカは特別なんだ、だから強いんだ。次の看板は北上センターって施設の敷地内。北上センターはこっから村に戻って橋を渡って山登んだ。また離れてついてくから。あげゃ、俺スカーレットの方では3枚目の方を目指してたな、確か。あ、この人は、お、なんだなんだ、気づかなかったよ。君は、そうだ、当ててあげよう。バルデアからやってきた林間学校の学生くん。なぜそれを。ふっふっふん、狭い村だからいろいろとね。耳に入ってくるんだよ。私はサザレ、ちょっぴりカメラ好きな旅の者さ。えっ、こっちは相棒のガーディ。頭の角がキュートでしょ。ぐふん、俺が知ってるガーディと違うんですが、いきなりで悪いけど写真撮らせてもらっていいかな。はい。学生くん、素直すぎて心配だよ。知らない人信用しすぎちゃいけないな。写真は撮るけどね。なんだか君って新鮮で面白い。私はしばらくこの村を拠点にしてるからさ、やるべきことが終わったらまた声をかけてよ。北上図鑑でポケモン150匹集めたりさ。そういえば見てなかったね。見てみましょうか。はい。おっす。ああ。何匹ぐらいなんだろう、今。まあ、いっか。99匹か。150匹、まだまだだったね。じゃあ、まあ。サザレさんイベントはまた、今度、動画にしますか。お分かりいただけただろうか。浴衣とかもらえんのかね。あの緑の仮面、気泡なんだっけ、何の円盤だっけか忘れちゃったけども、それのあれで浴衣あったよね。ゆっくりしてってね。あれか、すぐりくん、看板さ2つ目、ちょっとわかりづらいよな。ごめん、後ろつけてっから、お願いだから慣れてな。早速看板さ読めべ。鬼は不思議な4つの輝く面を持っておった。かぶる面によって鬼が振る棒の力が変わったそうな。緑の面をかぶれば枯れた植物を生き返らせ。赤の面をかぶればろうそくの火をごほごともやし。青の面をかぶれば川の流れをせき止め、灰の面をかぶれば固い岩もやすやすと砕いた。トモッコたちは倒れ際三つの面を奪い、鬼の力のほとんどを封じたとされる。読んだ？トモッコたちが奪ったお面は北上センターに保管されている。村のみんなは怖がってっけど、俺鬼様のこと好きだ。強いしかっこいいし、人間から仲間外れにされてもへっちゃらって感じで、小さい頃から憧れてて、俺も鬼様みたいにかっこよくなりたい。学園でも俺のことを姉ちゃんが全部なんとかしてくれるし、一人でも頑張れるように頑張りたい。俺ちゃんと一人前になって鬼様と友達になれたらいいな。
とそうだ、写真撮らなきゃだべ。今回もエリカ撮影お願いな。スグリ君撮っていいよ。あ、しまった。写真保存するの忘れてたね。1枚目か。やっぱゆりかに任せれば安心だ。それじゃあ次の看板は。そういえば鬼様が住むって言われてる鬼が山にはあそこから登れんだ。ゆりかよかったら鬼様の家行ってみない？恐れ穴って呼ばれてんだ。行ってみたい。やった。ゆりかにも見てもらいたかった。ここをずっと登っていけば地獄だに、その前に標識があって、曲がれば恐れ穴行けっから。それじゃあ先行ってる。気ぃつけてきてな。よっ。ゆりか、狭い道大丈夫だった？登ってきた。あそこが恐れ穴。鬼様が住んでるって言われてる。何度来ても会えたことねえけど。もしかしてずっと強い、もしかすると強い鬼様は勝負してると現れたりして。そうだ、あれから俺ちょっと強くなったし、よければ勝負させたい。しよう。やった。んだば回復する。さて、大立ちになってたりすんのかね。ま、負けないようにけっぱる。なってた。今回はマスカーニャ一匹じゃ厳しそうかな。今度はちゃんといい勝負にする。お見通し。お、やるね。だけど筋切りは物理なんだな。僕に勝つのはまだ早いよ。ヤンヤンマ、ソブレさんにしますか。そういや今日のポケモンまだ見てねえな。終わったら見よう。無念の剣。一匹増えてる。一撃がでっかい。こんなに持ってかれんだ。によろぞ。マスカ、いや、大盤振る舞いだ。3匹目も見せてやる。間違えました。放電。シバーン。負けちまった。はい。やっぱユリカ強え。どうすれば勝てんやろ。鬼様もどっかで見てたらあの子強えって思ってるよ。俺が通ってるブルーベリー学園ってな、ポケモンの勝負さ学ぶのに特化した学校なんだけど、ユリカくらい強かったら一番狙えるかも。鬼様の住んでる穴子を入ってみんべ。まだ全貌は見えないですか？頭気ぃつけて。
カットして休憩したらまだもうちょっとは取れるかもしれないな。暗いし狭いし地面もゴツゴツ。女とこで一人で暮らしてたらかわいそう。俺さ、鬼様、俺ん家だったらいつも住ませてあげんのに。一緒に住もう。え、ゆりかも住むの？あ、空き部屋あったかな。でも本当に鬼様がうち来てくれたら村中大騒ぎになりそう。わやじゃ、もう日が暮れてる。看板巡り残りは明日にしよう。そうだ、今日から北上センターでおもてす祭りさ始まんだ。みんなお面かぶって参加するお祭り。嫌ならいいけどよかったら行くと楽しい。行きたいね。うん、行こっか。本当に楽しみ。おもて祭り行く前に準備やっから先俺ん家行こう。俺ん家は村の北西で、地図は、あ、スマホロトムって地図も見れんだよな。目的地ってのに登録するべ。アプリで地図さ見れんの、わや便利じゃ。俺もいつかスマホロトムさ買ってもらう。じゃあ俺ん家まで後ろついてくからお願いな。一緒にミライドン出てこうぜ。抱っこしてあげるよ。ホームウェアの時のペパーみたいに。えいっす、ここだね。じいちゃん、ただいま。すぐにお帰りなさい、そちらの方は。この人は林間学校で一緒のゆりか。おう、もしかしてすぐりのお友達かな。はい。え、そうなんだ。友達、こそばゆい、変な感じ、かわいい。ゆりかさん、すぐりと仲良くしてくれてありがとう。あら、お友達。うん、ゆりかってんだ。うちのばあちゃん。すぐりちゃんにお友達、ゆりかちゃんよろしくね。お、もう日暮れか。あら、表祭り今夜からだったわね。すぐりちゃん、ゆりかちゃん、ジンベエ出してあげるから一緒にお祭り行ってきなさいな。ジンベエだって、やった。はいはい、ちょっと待っててね、髪も言ってあげなくちゃ。あ、それでトップガの、はい、出来上がり。どちゃくそかわいいじゃん。わあ、やっぱり思った通りとても似合ってるわね。はっはっは、なんだか孫が増えたみたいだな。おしゃれなゆりかちゃんならこの札も使いこなせるかも。おしゃれカード緑。何これ、持っているとブティックで買える品物が増える。ヘアサロンでは選べる髪型が増えるカード。やったー。へー、都会のブティックや美容室でいろいろなメニューが増えるんですって。姉ちゃん、ばあちゃん、ねえばあちゃん、祭りのさ。げ、なんであんたがいんのよ。ゆりかは俺と表祭りさ行くから。どうでもいいでしょ、姉ちゃんこそ何。そうだばあちゃん、お面ないんだけど。お面はね、去年離れの倉庫にしまったはずよ。鍵は開けてあるからみんなで取りに行きなさい。しゃ、離れの倉庫ね、早いもん勝ち。姉ちゃん、つるっこ。ゆりかさん、騒がしくてすまないね。メガネ外しますか。外す。もうないじゃん。姉ちゃん、ゆりか来た。ちゃっかり来たわね。なんか倉庫にお面2つしかなかったんだよね。
あ、こればっかりは仕方ない。人生って早めの勝ちだし、あんたはお面なしでいいね、いいよね。大丈夫。まあまあ、機嫌直しなって。お祭り姿の私が勝負してあげるからさ。それじゃあ位置につきなさい。泣くんじゃねえぞ。ポケモントレーナーのセイリが勝負を仕掛けてきた。モルペコって何タイプ？悪タイプか。悪タイプか。電気悪だっけか。そっか。ジンベエ姿に打たれていいよ。その間に倒しちゃうから。悪タイプってことはトンボ返り。お？ちょっとお面の恨み効果抜群。やめなさいよ。やめないよ。お？あ、タスキか。やるじゃないの。どう？里を潰せ。お？里を潰せ。大地震。悪タイプになったってこと？そういうわけではない。やば、そっちゃ進化したってことは、今度はこっちで相手してやるよ。爪研ぎ。効かねえな、悪だから。辻斬り。車湯は草飯だっけか。じゃあ燃やし尽くせ。ブラエナね。それじゃあパーモット。ほん。やるじゃないの。はい、終わり。多分グラエナがあれだよね。ジンベエ姿に見とれなさいよ。
私に勝ってもお面が増えるわけじゃないし。それじゃ遠慮なく。どう生かすでしょ。俺の面やっぱりゆりこにあげる。ダメ、早いもん勝ち。それにあんたその面、鬼のやつ大事にしてたじゃない。だけども、お面はお祭りでも買えるんだから、ゆりかはこのままでいいの。それじゃあ行くわよ。ああ、ごめんな、ゆりか。姉ちゃんにランレグチ叩いてっけど、ゆりかさ来るまで一生懸命三つ目探してたんだ。内緒だよ。表祭りは北上センターでやってる。それじゃあ行こうか。空飛べて行けるかな。行けそうだね。空飛びタクシーここまで来てくれるんだ。方法の進化系なんつったっけ。夜のずくだ、夜のずくタクシーだ。これが表祭り。今日から何日か続く。こんな大きいお祭り、パルヤではやってないんじゃない？意外と北上、都会にも負けてないんだね。ゆりか、気遣わなくていいからな。記念に写真撮ってあげる。ロトリボを隠しなさいよ。ゆりかもすぐももうちょっと寄って。姉ちゃん足踏んでる。ちょっとくらい我慢しなさい。行くわよ。はい、ピッピ。お祭り感満載でいい感じね。おもて祭りは3匹のトモコ様の勇姿を立てるお祭りなのよ。トモコ様はかつて北上を悪い鬼から守ったポケモン。私とか村の子のお面もありがたいトモコ様のお面なんだよ。何笑ってんのよ。別に鬼様のこと何も分かってないなと思って。あ、北上伝説は私の方が詳しいっての。弟のくせに生意気。すぐはお子ちゃまだから悪敵の存在に憧れちゃうのよね。とも子様より鬼の方が好きなの。あ、見てリンゴ飴、屋台最高。お面屋あるかな。お面あった。いないんだ。なんでだろうね。あ、アイテム。リンゴ飴、リンゴ飴、リンゴ飴。あ、この子違った。あの、リンゴ飴2つ。あいよ、2つね。いい子は1個あげる。いいの？ばあちゃんから小遣いさもらってっから気にしないで。リンゴ飴って普段食えないから好きだな。ばあちゃんが作るやついつも待ちばっかりだし。北上にはリンゴ飴みたいなポケモン子もいいんだよ。あっちさ行ってみよう。あっちさってどこ行ったん？あ、ライドできない。あ、いた。あれ？どこ？
どこい？どこ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 ？あれ？あ、いた。鬼退治フェスやってるよ。君たち挑戦していかない？はい。あれ？パルデアから来てる子だよね。だったらお題はサービスしちゃう。ああ、ゆりか、これやるんだ。遠くから応援してる。へえ、あんたも鬼退治？さっき私もやったけど楽勝だったよ。ちなみに私のスコアは6390超えられるかしら。ゆりか、けっぱれ。終わり。ああ、4097か。ん？ 4497 か？よく見てなかったわ。お疲れ様。経験お守り。持っているとポケモンが得られる経験値が増える。不思議でよく伸びるお守り。村一番の鬼バルーン割りキングと呼ばれているこの私の勝ちのようね。追い打ちかけたいとこだけどお小遣い残り少ないし。すぐあんた代わりにゆりかを持って任しなさい。やだよ。あんた姉ちゃんよりよそ者の肩持つっての？ムカつきすぎて気絶しそうよ。うるさくてごめんな。俺相手してからゆりか他回ってて。お、あいつは追いかけるか。メライドにはライドできないと。いた。かわいいけど。ここに不思議な子がお面越しにゆりかの顔を見ている。お祭り楽しい？ポニーよ、聞いてよゆりか。すぐったら全然ダメ。鬼退治の才能はゼロ。誰あれ？パチスータがバッキンガム宮殿で残高紹介。残高ゼロ。いや、鬼様の風船割りたくないのに姉ちゃんがやれってうるさい。ん？奥の方に行けっていうことか。あれってパルデの子？あんな子この村にいないけど。そうですよ。ポニオ。ユリカ。ねえ、勝手に行かないでよ。さっきの子も多い。
ってきなよ。夜の山は危ないから。ユリカは緑の面を拾った。はい、鬼の顔を模した緑のお面。おもちゃ祭りで出会った子が階段で落としたものを拾った。何あれ、どこの子よ。ポケモン。そんなこと、え、じゃあさっきの山に入ってたのってもしかして鬼、歴史の看板に出てくる。え、あれってマジ話だったの。お面を落としていったし、そういうことだよね。ユリカ、姉ちゃん。こんなとこで何してんだ。鬼と会った。ちょ、わーわー。なに、姉ちゃんうるさい。なんでもない、なんでもないから。どうせ俺の悪口さ言ってたんだべ。お祭りさ、戻ってるよ。あんたビビる、急にぶっ込むんだもん。すぐって鬼のこと本当にすっごくすっごく好きなの。だから私たちだけ鬼に会ったって知ったらあの子嫌な気持ちになるかもって考えすぎ。今から鬼追っかけても山入られても困るしね。うん、とりあえず隠してたものは仕方ない。さっきのは私たちだけの秘密。さっき拾った鬼のお面もしばらくすぐには見せないで。お面欲しいんだけど。どっかで売ってないかね。お面屋さんおる？いないね。お面屋さんいないんだ。へえ。はあ。まあでも俺はお祭りで言ったらたこ焼き派なんで譲れないです。ねえじゃねえか。あ、ねえじゃねえか。お祭りさ十分楽しんだ。はい。んだば帰ろっか。公民館まで送る。翌日、お、ゼイユ、ユリカ、待ったわよ。待ち合わせしてないけど、ちょっとあんたに用があって。昨日のあれ誰にも言ってないでしょうね。あれって、あれったらあれよ。会ったこと、おにぎり小僧と。もう意外と性格悪いね。階段で拾ったやつ持ってるでしょ。うちのじいちゃん村の歴史詳しいから昨日のこといろいろ相談しようよ。うちの場所わかるでしょ。早く来てよね。じいちゃんにあれ見せてあげて。うん、よし、じゃあ今回この辺にしようか。はい、といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お相手はリリーでした。またね。今回もご視聴ありがとうございました。一緒に動画を作ってくれるメンバーも募集しております。要項はチャンネル概要欄をご確認ください。チャンネル登録、高評価もよろしければお願いします。他の動画でもゆっくりしていってくださいね。